わざわざご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。ちょっと最初のねティターン戦は飛ばしました。なんでかっていうとコイン来るまでにもう玉竜の SS を一発打ってすげえぐだってるから。というわけでアルキメデスの重心化使っていきましょう。この子は魔族キラー EL をまさか残したまんまチップ層をもらうっていう結構な共有上キャラに進化してしまったんで、この子を使ってねエデンをこうゴリ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 削っていこうと思います。じゃあやっていきましょう。でストライクショットも貫通変化の追撃メテオ、しかも12ターンで打てる。まあ、では12ターンで貫通変化ができると思っていただければ十分強さが分かるかと思います。でこのチップとの火力よ、まあもうアドブダで有名だよね。ブタさんで有名なチップ層の威力の魔族に対してやったら3倍。3匹のブタさんの攻撃が一発に乗ってるイメージ、そう思っていただければね強さが伝わるかと思います。でミサツさん連れてきてる理由は、まあ、友情コピーでね通常火力の方のチップ層を見てほしいなと思ったんで、まあ、比較対象ってことで連れてきたんですが、比較になんねえかな。一応あとね、そうこの攻撃をねやばくなったら防いでもらおうと思って防いできました。横貫してきます。あー1個弾残ってるか。これ弾残っちゃうとねダメなのよね、弾に飛んでるから。チップ層って弱った敵狙うんですよ、だからこう飛んでっちゃうわけですよね。でもこれだったらどっち狙うの。縦で一応引っ張ってみるけど、あーそう、いくよ。魔族キラー EL チップソすげえ強えじゃん、すげえ強え、すげえ強え、いいよ。 4P の位置いいね。これもな、どう狙うんだろう。多分センサーかな最初。うわもう関係ねえ関係ねえ、ゴリゴリ削っていく。でこの状況だと天使になってくるから 4P に触れてあげることができれば、まあまあそこそこは。あー持ってこられた。玉竜そこ配置してもな、まあ、とりあえず出してこう。チップソー出して、チップソー出せば1体倒せるからね。地雷をまかれて、地雷をまかれて、ここでも無敵化かけてあげれば、多分次のボスの最初のあれぐらい防いでくれるんじゃないかな。あとおまけでバフ。よしよし。多属性連れてくるとね、エデンさんは初手が一番痛いのよ。理想ではボス一撃飛ばしていけば一番いいけど。さあやっていこう。魔族キラー EL ゴリゴリマン。まずは SS。そこにさらに仮面重複メテオが一撃。やばいじゃん。ミサツさんの、あ、ミサツさんのバフの方が生きちゃったか。そっちじゃないんだけどな。ただまあまあまあいいや。チップソ出しだけでいいかな。チップソ出しで、どうしてもね、あっちに行っちゃうのよ、センサーの方に。だから、ああ、そうか、SS 打とうと思ったけど、打てねえんだ。ワープがうざい。もうボスにはね、あ、違う、ゲージ飛んでら。え、そこまで食らったってこと？すごいじゃん。それは期待以上だよ、君。あ、チップソ、チップソ。あの高難易度のエデンがボコスカじゃないですか。多分これで終わるんじゃないかな。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。チップソつえー、これさ、トグロ覚えてる？トグロの時にさ、めっちゃ活躍したじゃん、アルキメデス。あれ以来だよね。3年、4年ぶりぐらい？ 4 年ぶりぐらいの大活躍でございました。面白かったです。はい、じゃあ、バイバイ。